アリストテレス・ソクラテス・オーナシスはギリシャの実業家、ミリオネア、20世紀最大の海運王と言われた。オスマン帝国時代のスミルナで中流階級のギリシャ人家庭に生まれた。スミルナ一帯は第一次世界大戦における連合国の勝利の後、起動戦争中の1919 19年にギリシャによって占領されたが、1922年に ケマルアタチュルク率いるトルコ軍によって奪還された。紛争の中でオーナシスケはすべての財産を失い、ギリシャへ難民として移住。1923年にはギリシャを離れ、最初にウルグアイ、モンテビデオへ行き、ゴアルゼンチンに渡り、1925年にアルゼンチンとギリシャの市民権を取得した。最初にモンテビデオの旧市街地に今日構え ハマキタバコの商売を始める。そのゆえあって、市内にあるエレニカギリシャ協教会は彼の全面的な寄付によって建設された。あと、アルゼンチンにおいて同様のハマキの輸出などの防衛企業を始める。さらには、第二次世界大戦最中のフアンペロン、政権下において、食肉のヨーロッパへの輸出なども手がけ大きな成功を収めた。その後ギリシアに戻ったオナシスは、 第二次世界大戦後に余剰化した連合国軍の船舶を安値で購入し海運業を始め、さらにギリシアの海運王のスタブロス・リバノスの娘のアシーナ・リバノスと結婚した。これにより規模を拡大した海運業は戦後復興を進めるギリシアとヨーロッパ諸国において瞬く間に成功し、1957年にはギリシャのフラッグキャリアであるオリンピック航空を設立するなど、 さらに事業領域を拡大し、まもなく、オーナシスは、海運王と称されるようになった。ジャクリーンと前区のケネディオナシスは1946年に、海運王のスタブロスリバノスの娘のアシーナと結婚し、二人の子供であるアレクサンダーとクリスティナは、両方ともニューヨークで生まれた。1957年に、ベネツィアで開かれたエルザマックスウェルのパーティーで、オペラ歌手、 マリア・カラスと知り合い、1960年にアシーナと離婚した。アシーナは後に、ブランドフォード公爵ジョン・ジョージ・バンダービルト・スペンサー、チャーチルや彼女の姉・ユージニアのカフであったスタブロス、ニアルコスと再婚した。カラスとは9年ほど関係していたが、結婚はせず、1968年には、1963年11月に暗殺されたアメリカ大統領のジョン・カイ・ケネディの、 未亡人であるジャクリーン・ケネディと結婚し、世界的に話題を呼んだ。しかし、ジャクリーンとの結婚は、恋愛によるものではなかったと言われ、事実夫妻は滅多に時を共に過ごさなかった。オナシスは、ジャクリーンの子供のキャロラインや、ケネディ・ジュニアとは、良い関係を持ったが、ジャクリーンは、オナシスの娘クリスティナと良い関係を持てなかった。ジャクリーンはその多くの時間を旅行と買い物に費やし、 オナシスとは別々にゴシップ氏の氏名を飾った。このような関係の中、オナシスはジャクリーンとの離婚申請を考えたが、1975年にフランスのリーシュルセーヌで重症スジム力症の合併病である気管支配炎によって死んだ。オナシスの莫大な遺産は彼の遺書に基づいて娘のクリスティナが55%、 アレクサンダー・エース・オナシス財団が45%の遺産を得た。また、妻・ジャクリーンは、既定エドワード・ケネディによる交渉の結果、1000万ドルといわれるオナシスの財産を手にした。ジャクリーンの遺産相続した財産は、彼女の愛人、モーリス・テンペルスマムの手によって数億ドルに離職された。また、クリスティナの相続した財産は、 彼女の一人娘、アシーナ・オナシス・デ・ミランダに相続された。2007年に映画監督のフランコ・ゼ・フィレッリは、生前のオナシスに言い寄られたことがあることを明かし、彼を両性愛者であるとした。また、ピーター・エバンズは、オナシスがスミルナにいた頃に、トルコの陸軍中尉と性的な関係にあったとしている。週刊現代2008年1月21日号、ありがとうございます。